はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、今回はこのメタリックジェルを使ったアートをやっていきたいと思います。もう別の動画ですね、別動画でもアップしてると思うんですけれども、このメタリックジェルですね、本当に良質なっていうんですかね、本当にメタリック感がとっても綺麗なジェルになってます。はい、でこちらでアートしていきたいと思います。でも早速ですね、チップこちらですね、もう、ジャパニーズティーですね、抹茶のお色をもうベースに塗ってます。まあ今回たまたまこの色を使ってますけども、何色でもいいです。本当にお好きな色で、何色でもいいですので、お好きな色を、まあ、ベース塗っていってください。では今からアートですねしていくのに、こちらラインブラシとドット棒ですねを使ってアートしていきたいと思います。はい、こちらドット棒は、まあ、ちっちゃい方と大きい方とありますね。はい、どちら使ってもらってもいいですけど、まあ、ちょっとちっちゃい方使っていきたいと思います。はい、ではまずこちらですね。あ、でですね、こちらですね、メタリックジェル、まあ、他にもメタリックジェルの動画アップしてるんですけども、そちらの方でもお伝えはしてるんですけれども、顔料がね分離します、顔料が沈殿しますので、使う前は必ず攪拌をしてください、混ぜてください。スパチュラでね、そのまま使ってしまうと、攪拌せずに使ってしまうと分離してるので表面が薄くなってるんですね。まあ、下に、まあ、このメタリックの顔料が沈んで表面はちょっと透明っぽくなってしまいますので、このアートしようと思って、まあ、上澄みだけブラシで取ってやっちゃうと、あれなんか色が薄いなってことになってしまいますので、しっかり使う前混ぜてください。はい、しっかり混ぜてください。そこから使っていきますね。はい、では、はい、ドット棒ですね、ドット棒ちょっとちっちゃい方使っていきます。ドット棒を使ってまずこの真ん中にちょっとテント乗せます。はい、テント乗せましたね。で、じゃあちょっとこの周りにも点とまずちょっと3点乗せてみました。で、この点と点の間にちょっと2個点点と2箇所点点と2箇所乗せてみました。はい、もちろんこれでも OK なんですけども、ちょっと今度またアートブラシを使ってですね、これをちょっと伸ばします。全部これを中心に向かってですね、根元の点に向かってちょっと伸ばしてみます。こんな感じでちょっと一旦硬化させます。はい、でこちらシンプルに終わらせる場合、もちろんこのまんまで終わっていただいても全然 OK です。でちょっと続きまたやっていきたいと思いますね。また同じようにドット棒で、また同じく今度はこれの爪先バージョンやってみようかと思います。また同じくアートブラシでですね、ちょっと引っ張っていきますね。この感じですね。はい、これでまた固めます。はい、
で、こんな感じですね。もちろんここで終わらせてもらっても全然 OK ですよ。で、またちょっと足していきたいと思いますね。好きなところでストップしてもらったらいいですし、もっとこれまたこの感じをまた両サイドに持ってきてもらっても可愛いですよね。はい、でまたちょっと違うことしますね。またドット棒ですね。で今度はこれもまたちょっと点点とちょっと等間隔で点と置きまして、これがちょっとひし形になるような感じで点点とちょっとサイドにも持ってきてみました。で真ん中点と置きますね。はい、でこれもまた点と点の間に点点と2個入れます。はい、2個点点と、はい、これもまたアートブラシで引っ張っていきたいと思います。中心に、こんな感じですね。でこれでまた硬化させますね。はい、こんな感じでまたこれで終わらせてもらってもいいし、どうしましょうかね。またなんかちょっと飾りというかね、なんかこれじゃなんか少ないような気がするので、今度はじゃあちょっと大きい方のドットを使って、この間に点、この間に点、じゃあこの横にも点点、まあまあちょっといい感じになってきましたね。今度またちょっとちっちゃい方を使って感じでどうでしょうか。じゃあまた最後固めますね。はい、こんな感じでなんかこうスタッツを載せてるような、手書きのパーツですね。手書きのパーツアートをやってみました。まあとりあえずなんかこうなんとなくでこんな感じでやってますけれども、もっといろんな形はあると思いますので、はい、ぜひメタリック感が本当にすごく綺麗なので、本当にパーツっぽく見えますね。はい、ということでこれで最後コーティングしていきます。まあクリアジェルですね。でコーティングしていきたいと思います。でまあこのメタリックジェルはですね、サラッとしてますので、そんなにぷっくりは厚みが出るものではないので、まあコーティングもそんなにたっぷり塗らなくてもサラッとコーティングしていただければいいんじゃないかなと思います。でも、凸凹がないようにね、しっかり気をつけてください。はい、では硬化させます。はい、こんな感じでコーティング終わりました。で、未硬化しっかり拭き取ってくださいね。はい、ではこんな感じで。メタリック感が本当に綺麗です。これだったらね、ないパーツ、ないスタッツも書いていただければ、
はい、ちょっと細かい作業にはなりますけれども、はい、ぜひぜひぜひお試しください。ありがとうございます。はい、ではですね、ちょっと、さっきはですねメタルパーツ風ですね、やりましたけれども、今度はちょっと、モロッコタイル柄をやっていこうかなと思います。このメタリックジェルで描いたらより可愛い、もちろん普通にカラージェルで、普通のカラージェルで描いていただいても可愛いんですけれども、このメタリックで描いていただいたらより可愛いということで、はい、やっていきたいと思います。もうベースには塗っています。どうですか、このベース可愛くないですか。ちょっと砂ジェルっぽい感じ、つぶつぶ感のある感じです。はい、こちらのやり方もまた別の動画でですねアップさせていただきますので、よかったらそちらももうアップしてるかな、はい、しますので、こちらよかったらこのつぶつぶのやり方も、はい、ぜひやってみてください。これだけでも全然アートとして成り立つんですけれどもね。はい、この上にまた、メタリックジェルでモロコタイル柄を描いていこうかと思います。はい、ではこちらラインブラシを使っていきたいと思いますね。はい、ではモロッコタイル柄、まあ、ブラシにですねジェルを取りまして、まずでですね、ここ縦は合わせてくださいね、終わるところで。ちょっとだけピュッと出します。はい、で今度は、まあ、今こっち側の半円描きましたけど、交互にですね今度逆側の半円を描いていきたいと思います。はい、逆の半円描きました。ちゃんとここ揃えてください、ここの縦のライン。はい、こっちもまたピュッと描いておきます。で交互なので、今度またこっち側ですねの半円を描きます。で縦のラインは合わせていただいてピュッと描いておきます。はい、交互ですね、今度また逆側です。で縦のラインを合わせていただいてピュッと書いておきますね。はい、こちらも書いてますね。はい、でこっからですね、今度また左右対称といいますか、こうぷっくり半円しました。この半円、お尻お尻を合わせるような感じでこう書きます、合わせますね。でこれもまた縦にピュッと書きます。このピュッとはここと合わせてください、左右合わせてくださいね。はい、こっちもピュッと書きます。はい、これ左右合わせてくださいね。でここからまた同じように交互です、こっちでここ左右合わせてください、この位置。で縦に、この縦もピュッとピュッと合わせていただいて、これもまたお尻を合わせるような感じで押しますね。でまた縦を合わせていただいてピュッと書いて、はい、また逆側、で縦も合わせる、こんな感じでですね。でこっちもここお尻を合わせて縦にピュッ、で逆側行きます。この左右あ高さ合わせて縦も合わせる。
でまたここお尻を合わせる。で縦のラインを合わせてピュッ。こんな感じですね。で逆側も。こんな感じです。はい、これ固めますね。はい、ではトップコーティングしますね。こちらクリアジェル、あのスカルプチュアジェルでもクリアジェルでも、あとはあのワイプレストップでも全然 OK ですね。はい、コーティングします。はい、でこれで硬化しますね。はい、こんな感じでまた最後未硬化ジェルをですね拭き取ります。はい、こんな感じですね。結構模様大きめに描いたんですけれども、こちらにですねもうちょっと細かめに描いたりするとまた雰囲気変わりますね。はい、ちょっと光加減で見えにくいかもしれないですけど、こんな感じでパターンを覚えればもっと細かくも大きくもできると思います。はい、こんな感じでぜひメタリックジェルで描いてみてください。ありがとうございます。